どうも皆さん、こんにちワンダーバルーン、手札全部捨てて外役リュウです。そしてこんにちワイト夫人、墓地ではワイト扱い、どうもハルです。ということで今回なんですけども、やっていくのはですね、5年後のデュエルリンクスということで。なるほど。はい、これ今デュエルリンクスでですね、まあ環境トップだったこともあるデッキをねたくさんご用意いたしました。例えば青岩ね、今でも強いね、ブラックマジシャン、今まさにホットな、ね、今まさにホットな確かにテーマだね。でまあちょっと規制とかいろいろ入っちゃったけど、サイバー流とか、あとまあヒーローとか、 あと古代、まあこの辺のデッキを、まあリンクスのテーマ皆さん好きな人多いと思うんですけど、このテーマを、OCG で組んだらこうなるんですよっていうねことをですね、ぜひ、ね、お伝えしたいと思ってまして、はい、だからおそらく5年後デュエルリンクスやってると多分こうなってるよみたいな、多分こんな感じになってるんですよっていうことを皆さんちょっとお伝えできればいいなと思いますので、これからちょっと何本かね対戦動画出していこうかなと思うんですけれども、ぜひ、最後までご視聴お付き合いいただければなというふうに思います。皆さんよろしくお願いします。ちなみに僕ね、おOCG 今知らなかったんで、はいはい、ちょっとさらっとデッキ公開読ませてもらったんですけど、はい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 、もうゲームじゃない。確かにやべえカードが多すぎるあまりにもね。ということで細かいプレイングとかルールはもう吹き飛んでますんで、ちょっとフリー対戦ということで多めに見ていただければというふうに思います。それでは早速スタンバイ。よし、それでは GX 対決をやっていきましょう。はい、ヘルカイザー両 VS 20代 ×10 代 ×覇王みたいなデッキになってます。あとエドか、エド、ああそうそう、エドも入ってんな。確かに漫画版とアニメ版のエドも入ってるから。最初はグー、じゃんけんぽい、先行やってみるわ。先行やってる、先行やってるわ。あーでもまあこれだったらワンチャンあるかな、まだワンチャンありそうだな。フュージョンデスティン発動、はい、デッキ融合できるやつ。はい、わかりました。で開幕からやばいこと言ってんな。うん、いきなりデッキ融合します。デッキ融合していく。で、ダイナマイトガイ、はい、ディアボリックガイ、はい、ディスクガイ、ディスティニーヒーローモンスター3体で融合召喚。はい、さあ初手、これこのカードの発動、ちなみに闇属性のヒーローしか出せなくなるぞ。はい、相手はなんかやばいカード入ってるから、これ攻撃表示出しちゃいけないってお母さんが言ってたんで、守備表示です。特徴ドミネートガイで、ドミネートガイの効果発動、自分か相手の、デッキの上から5枚を確認して好きな順番でデッキの一番上に戻す、自分のデッキ見ます。はい、はい、どうぞ。なるほどですね、こことここかな。で、デッキの上に戻しますよ。いいよ。で、これで俺はターン終了します。ターン終了、うん、これ破壊されると墓地から D を3体出せるから。ちなみにこれほっといても死にます、次のエンドに。ヒントコマが破壊されると自分の墓地の D を3体対象として、特殊化しますので、はい、いきます。はい、大丈夫、なんとかなる。ドミネート界は硬いはずだ。これを簡単に処理する方法がありまして、ドミネートガイをリリースして、俺はキモすぎるだろ。やってることやばいわマジで。地図消えるよ、キモすぎるマジで。まあ簡単に言うと1体でできるラバゴ、1体でできるラバゴです。皆さん赤い白や、赤いせいや、コア召喚、はい、持ってくるのが、マジでエマージェンシーサイバー。はい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 、これは、もう普通に、はい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 、サイバー版増援、サイバードラゴンヘルツ持ってます。はい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 、サイバードラゴンヘルツってギャラクシーソルジャー、いやそれね、ほんとね、ギャラクシーソルジャーの効果発動、デッキからギャラクシーと何つかモンスターってくるくらい、デッキの墓地に送られると、チェニー、チェニーでデッキのデッキからサイバードラゴンってくるくらい、まあ墓地でも OK やけど、いややばい、ちょっとさぁ、これ犯罪じゃないこれ、これさぁ、これ犯罪なんじゃないのこれ、実は犯罪ムーブってことでいい、これ犯罪ムーブだよ、これ犯罪ムーブってことでいい、これ犯罪ムーブだよ、これ犯罪者だじゃないこれ、冷静に、まあでも複製術打たれてないからいいかもだ。あとドミニートガイ破壊してもらっていいですか。はい、はいじゃないわ、はいじゃないわ、お願いします。はい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 、守備表示でね、はい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 、ここでヘクシス、はいはいはい、オーバーレネットワークを構築、はいはいはい、オーバーレイネットワークを構築っていう概念あるんですか、今の遊戯王には。サイバードラゴンドバ、僕デュエルリンクスしかやってないんで分かんないんですけど、ドバ効果なんだよその黒いモンスター。エクシス素材っていう素材を取り除くことで効果発動できる。なんでそれ、墓地のサイバードラゴンを特殊召喚できる。ぶっ壊れてんじゃん、ここでサイバードラゴンを特殊召喚、ぶち壊れてないそれ。なんか OCG ではソーシャルディスタンスを守った方がいいらしい。え、そうなの、初めて聞いたんだけど。重ねると、うん、ここがなんか、はい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 、なるほどね。ソーシャルディスタンス、遊戯王を OCG でも守っていかないといけないんだよ、この時代は。はいはい。パーフェクトシーズチェンジ。はいはいはい、いいよ。
インフェルニティ来た、インフェルニティで、インフェルニティで、そいつなんかヤバいっていう風に聞いてますけど、私こいつは簡単に言うと効果2つあって、1つは、バノ・オエキヨジのモンスターを1体エクシーズ素材にできるっていう、もうなんかこの世界の終わりみたいなムーブ世界の終わり来た、世界の終わりや。じゃあこの吸ってる素材を取り除いてこいつ何すんのっていうと、相手のカードの発動を無効にするっていう。いやもうやばい、世界の終わりや、終わった、多分人生終わったわ。どっからの発動も全部無効にできるから人生が終わった、クリボールも止めれるよね。止めれるね、止めれますね。で俺はパワーボンド発動やばいマジでこれやばい、ほんとこのデッキサイバードラゴンとコアを、墓地に送る。やばいやばいやばい、融合何パワーボンドって、これちなみにリンクスにないですよね。これはねスキルで持ってこれる、ありましたねスキルで、はいはい、俺に解釈はいらんみたいな、はい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 。じゃあパワーボンドの効果は、パワーボンドは、はい、まあ普通に機械族限定の融合なんやけど、はいはいはい、出たモンスターが、うん、まあ簡単に言うと倍になる攻撃力。ちょっと日本語でいいんですけど、ちょっと何言ってるんですか。だから俺はランページドラゴンを、何を言ってますかあなたは。さあここまでほぼリンクスムーブ、やばすぎません言ってること。ランページ効果、言ってることやばすぎますよね。からサイバードラゴンを2体、墓地に送ります。はい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 、ここでサイバードラゴンとサイバードラゴン、はい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 、行きます。はいはいはい、攻撃力4200です。攻撃力何、攻撃力4200です。はい、3回殴れます。はい、ランページ1回攻撃1回目、カイトメド発動はい、カイトメド発動っていうだから墓地に送ることによってダメージを1回無効にしたい。はい、じゃあ1回無効にされます。あ、無効にします。ああ、わかりました。よし、オッケー、耐えた耐えたぞ、耐えた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 、攻撃カイトメド発動、無効、キモすぎるキモい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 、はい、4200 3回目、3回目根性発動3700 99の大ダメージを受けて俺の残りライフポイントは残り1。はい、じゃあうわカードを1枚セットして、こいつ殴んないの。あー、こいつ殴れるんか。あ、パンチやばいマジで、もうやばい。もうちょっとほんとドミネイトガイは破壊してくれないと。今ね、カイトロイドね血回んないんで、俺はあらゆる手段でカイトロイドを無効にする予定。キモすぎるマジで反応強いな、これ勝手なすぎるな。これ普通にやっぱサイバーって笑えない強さ持ってる、笑えない、なんかなんだろうな、ファンデッキ対戦とかそういうレベルじゃないな、これ。あ、最初はグー、じゃんけんぽい、後手、よし、先行コイン裏、先行制圧見せてやる、先行制圧、ひつき先行制圧きついな。しゃあ、そう、オマージェシーサイバー発動、なんやそのカードは。デッキかサイバードラゴンモンスター1枚手札に変える、やばすぎる、その効果は、その効果やばすぎ。はい、コアかな、はい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 、そして、サイバードラゴンコア召喚、はい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 、サイバードラゴンコアの効果で、これそれコア持ってこれるんですか。コア持ってこれるカードなんですよ、これもうやばすぎませんそれデュエルリンクス欲しいですね。いいな、だってだいぶ弱体化受けてあんま使う人になりましたね、これいいですね。エマージェンシーサイバー、エマージェンシー、行ってみるか。ハイバレティックオーバーフローを持ってきてやばいこと起きてる、リミット違反だろあのデッキ。カードを1枚セット、マジこのムーブ来てた、この最強のムーブ来た、やばすぎるそのムーブは、そのムーブマジドロー、スタンバイフェイズ、メインフェイズまで行っていいですか。これリンクスすぎんだろそれ、やばいだろ、どうしようかな、どうしようかな。OCC もリンクスもやっぱこういうことするんやな。ね、ヒーローライブ発動、はい、4000というあまりにも重すぎるライフポイントを払い、デッキからヒーローを特殊ができる。了解です。よし、取った。エレメンタルヒーローエアマン、はい、でエアマン召喚成功時の効果発動、はい、手札にファリス加えるぞ、はい、ファリス加えていく、ファリスを加えていく、そしてまだ俺は召喚権を実は、ね、使ってない、はい、エアマン召喚魔法トラップバルボロボが使うぞ俺は。何かあるか、何かあります。チェーンサイバネティック、出たオーバーフローやばい、これスーパーリンクスムーブきた、いいよ。あのサイバードラゴンコアと手札のサイバードラゴンコアを召喚、ああはいはいはい、ここなるほどね、2枚破壊されてしまった、なるほどいいだろう、ただ盤面ゼロやなよし、一回ちょっとサイバーに5枚で8000削れるか、さすがに。ファリス効果発動、はい、ディアボリックするよ、あー
登録しようか。オリンクスやなんかありますね。ファーレス効果が上昇したけど大丈夫です。よっしゃ来た。インクリース、よしよしよし、これは強い。インクリース特殊召喚、あ、じゃなくて置くで、インクリース置いた、インクリース効果ファリスをリリースして、インクリース特殊召喚、はい、でインクリース特殊召喚でバイオン特殊召喚、うん、でバイオン特殊召喚成功時効果増、ヒーローを墓地に送るぞ。シャドウミストで、シャドウミスト特殊召喚、あ、じゃなくて落ちて効果、ヒーロー持ってくるぞ、ヒーロー持ってくるぞ、いいか。オネスティ、はい、オネスティネオス、これが史上最強のヒーローだということを思い知らせてやる。オネスティネオスを手札に加えた。そしてバイオの効果発動、ゲームからエアーマンを除外し融合を持ってくるぞ。シャギーン。そして墓地のディアボリックガイのモンスター効果発動、ゲームから除外することによってディアボリックガイを特殊召喚、現れよ兄弟。ああ、もうこれはあれや、俺が分かるムーブだけでも8000超えてるで、インクリースがインクリースとディアボリックでリンク召喚、エクストラヒーロークロスガイ、はい、誰やねんヒーロー出てきた。そしてクロスガイの効果、ディアボリックを墓地から特殊召喚、はい、そしてクロスガイの効果、ディアボリックを墓地に送ってヒーローをサーチ、さあ現れよ。手札に加わるのはもちろんオネスティネオス、はい、やばい相手ハンド1枚しか使ってないやばすぎんこのムーブ。そして融合発動、はい、融合発動して、手札のリキッドマンとバイオン属性が違うヒーローで融合召喚、はい、現れろエレメンタルヒーローサンバイザー、はい、そしてサンバイザー、特殊召喚成功時の効果チェーン1、リキッドマンの効果チェーン2、はい、素材にして送られると2ドローワンセットすると、はい、さあ2ドローして1枚捨てる。お、最強、最強すぎるカードきたな。もう拾えばいらねえ。そしてミラクルフュージョンを手札に加えていく。あれ、ミラクルフュージョンどこ、あ、もしかして手札に引いてる、手札に引いていた、手札に引いていた。そしてミラクルフュージョンの効果発動、墓地の水属性モンスターとヒーローモンスター、これ何でもいいな、シャドウミスでいいか、除外していけ。エレメンタルヒーローアブソルートゼロ、アダスターゴールドの効果を発動、いくぜ。これでダークフュージョンと名前が記された魔法カード、もしくはダークフュージョンを手札に加えることができる。ダークコーリングを手札に加えていく。そしてそのままダークコーリングの効果発動、イービルヒーロー、そしてレベル5以上のモンスターをこのゲームから除外し、現れいでよイービルヒーロー、マリシャスペーン。よし、じゃあ効果を今から説明するぞ。属性の種類だけサンライザーの効果が上がってるので、今1,2,3属性いるんで、全部で600上がりやすな。はい。これでバトルフェーズに入ります。低い方からいきましょうか。まずはじゃあクロスガイから。こいつだから600上がってっから。ダメクスこれ。2200。受けます？いいんですか？いいんですか？そうです。じゃあ次はアウソル、アタック2,3100。うん。受ける。受ける。はい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 。でサンライザーで2700ダイレクトアタック、これが打点 X で3100。今俺はテグだからカイトロイド、キモすぎるキモすぎるキモすぎるマリシャスベインでダイレクトアタック、ペガっていうか3600ダイレクトアタックするぞ。カイトロイド除外これ斬新すぎない？もうなんかスマートフォンでカード表示してさ急に出てくるのめちゃくちゃ斬新すぎるんだけど。じゃあ俺のメインフェーズ2入るぞ、はい、これでじゃあ私はこれただ終了でカイトロイドで耐えるフリング。でもこれもうあれですよね、これ結構鬼引きですよね。これどうするか、リミット2のカード今これリミット2のカード2枚使ってますから、これ鬼引きってやつですよ。これ運命力かけえな相手は、相手運命力かけよ。どれカイトロイド交わらう、今ハンド3枚なんですよ。何置き、この3枚でどうやってまくるかっていうの。何置き、これまくられたらもうガッチャよ。それはそれガッチャ、楽しいデュエルだったぜってやつよ。手札からライトニングストーブこれはもうキモライトニングボルテックスとハーピーの羽ぼうきのどっちも思ったような効果でドッキングしてるやつですか。相手フィールドの攻撃表示モンスターを全て破壊、ただこいつは破壊されない、まあ、一応こいつが、戦闘効果では破壊されないっていう効果を持ってるんで、一応こことですね、こことこれが破壊されます。でアブソルートゼロの強制効果発動、はい、フィールドのモンスターを全て破壊する。ただ俺には場が何もない、キモいわ。アブソルをさ、そういうカードでさ簡単に除去されるからさ、そんなに強くないんだよな今これ出しても。でも大丈夫、マリシャスベインが生き残ってるのは強い。これはベインが生き残った、まだ俺に可能性は残されている。エマージェンシーサイバー、これで持ってくるカードが、やばくね、やばくね、やばくね、ちょっと墓地確認いいですか、はい、でも言うてか言うてか、サイバードラゴンコアコア、はいはいはい、でもハンド今1枚だよね、だからうん、でそのままコア召喚します。コア召喚 OK です。コア召喚で持ってくるカードが、はい、何ですか、何を持ってくるんですか。除外ゾーンに今サイバードラゴンとサイバーコアがいるのか、ってことはリンクスデブでもランページしか出せなくて、ランページは打点が足りないはず、ランページだけでは打点は足りないはず。大丈夫、マリシャスベイン超えられないと思う多分。持ってくるのが、あれどうしました、加えるのは
サイバーロードフュージョン。お、いいだろう。サイバーロードフュージョンを加えていく。いいだろう。これはスキル発動。なんだと？サイバール奥義。ライフが1000減ってる時に任意の枚数1000ごとに減ってる任意の枚数をデッキ外から場に出す。おなんか不穏な空気感じるぞ。これが場に出すのは、なんだろう、何が起きる。ロッドサイバードラゴンを1体、あ、1体でいいんだ。こいつが残っちゃうと攻撃できないから。あー、そっかそっかそっか、1体。なるほどね。それは手札からパワーボード発動。やばいこときた。出た、パワーボンド来た。やばい、なんだその魔法マジックカードは。はい、融合して、はい、これおかしいぞ。ケースの融合することで、融合モンスターが出せるんやけど、これで出たやつは攻撃力が倍になる。なんだと。ここ2体。何やそれ、やばい。サイバードラゴン2体で融合。よし、分かった、いいだろう、いいだろう。そこまでは許してやろう。出すのはそこまでは許してやろう。3000やな、3000。4000を与えればいいから、2000以上与えれば、4000を与えればいいから。よし、サイバーツインドラゴン。やばいこと起きた。サイバーツインドラゴンの攻撃力5600。いや強すぎる。5600、2回攻撃。やばすぎることが起きた。3000を超え、2600、2回で勝ちか。サイバーツインドラゴンで攻撃。貴様は一つ大事なことを忘れているようだな。ダメージステップいいか。ダメージステップ、おいけ。エレメンタルヒーロー、オネスティネオスの効果発動。ヒーローモンスターの打点を2500アップすることができる。2500。そうだ、2500だ。あ、でも勝ってる、勝ってる。あ、ただしこのモンスターは戦闘では破壊されない。5500になったぞ。これはターン終了時までか。この効果はそのモンスターの攻撃がターン終了時までだ。よし、耐えることができる。来い、迎え撃って、マルチャスペイン。100の大ダメージを受けていこう。いいだろう。サイバーツインドラゴンでもう一回。いけ、100の大ダメージは痛すぎる。よし、耐えたー、耐えたー、耐えたー。俺はエンドフェイズ。エンドフェイズ、パワーボンドの効果を受ける。卑怯しすぎてバチが当たった。パワーボンドの効果発動。貴様はこのターン融合召喚してアップした攻撃力分のダメージを確か受けるんだっけ。俺が受けるのは2800。ゴールドナイフは2700。2800のダメージを受けて死ぬ。対戦ありがとうございました。パワーボンド。パワーボンド、なんでよりによってライフ2700なんだよ俺。